木浦豊田道路は愛知県豊田市から道県壁南市を結ぶ地域高規格道路である。そのうち豊田市伊駒町から知立市新林町間の約 4.3km が一般有料道路、木浦豊田道路として供用されている。本校では有料区間について詳述する。無料区間の詳細は各校を参照。豊田市、知立市、刈谷市、高浜市及び 平気南市を縦貫し、西三河内陸工業地帯と木浦港を結ぶ主要幹線道路である。合併施行方式で建設され、一部区間を道路整備特別措置法による有料道路で強用している。印のある道路とは立体交差による接続。有料区間の道路名は地域高規格道路名と同じ木浦豊田道路である。同区間の建設は、 愛知県道路公社によって行われ、開通から2016年9月までは同社によって運営されていたが、同年10月1日より路線運営が愛知道路、コンセッションに移管された。当該区間は地流地域を北東から南西に従管し、国道1号、国道23号、国道155号といった幹線道路網や伊勢湾岸自動車道との ネットワークを担う道路として計画された。また、地理市内の交通渋滞緩和のため全線が高架構造となり、地理市内を東西に横断する国道1号や、名鉄名古屋本線などと立体交差している。これにより、国道155号経由と比べ日中約10分、朝夕ラッシュ時は約30分の時間が実現した。中部国際空港や、 第2東名高速道路の計画に合わせて、急遽有料道路として建設された経緯があり、開業から半年経過した2004年7月末時点の交通量は、愛知県道路公社が予想した平均27,867台、日に対して4,627台、日と大きく下回っていた。2009年7月から2011年3月までの間、 地方道路公社社会実験協議会によって、回数券の割引率を30%に引き上げる社会実験も実施されたが、それによる誘発率は2.57%と低く、減少する交通量に一定の歯止めをかけたものの、大きな増加にはつながらなかった。通行できない車両、小型特殊自動車、50cc 以下の原動機付き自転車、 軽車両 e t c は利用できない。ありがとうございます。